みたいな。三条から来ました、正志工房の山本正志と言います、この度10周年、自分で開業して10周年経って、世界中の方々に買っていただいているので、ワールドツアーっていう形で、皆さんのところを訪問させてもらって感謝を伝えていければなと思って今やってきました。皆さんよろしくお願いします。本当に10年っていうと長いようで短いっていうありきたりなものになっちゃうんですけど、ずっともうなんとか一生懸命作って皆さんに喜んでもらえればなと思ってやってきたら、あっという間に10年経ちました。でそれもやっぱりいろんな方たちの協力があって、地元の方々、それから問屋さん、小売店さんで、最終的には消費者の人たちから喜んでもらって、初めて成り立つことなんで、その感謝それでつきますね。はい、全てに感謝です。まず考え方とやってることはもう本当変わんないですね。まず自分がやってることがやっぱり比べてしまうのは過去の鍛冶屋さんたち、その方たちと比べれば到底まだ追いついてないです。それは10年前と同じ考え方 で今作ってるものはもう完璧ではないっていうのも当たり前の話で、それをどこまで平均を引き上げて、どこまでこうそれを表現できて、でそれがうまくお客さんたちに伝わって喜んでもらえるかっていう考え方も本当に一緒で、でいつも試行錯誤しながら変化させながら、で時にはもう失敗の方が多いですけどね、失敗繰り返して、その中で、あ、こういうものだったらすごいいいな、良くなるだろうっていうことを未だにずっと、まあ多分死ぬまでですけどね、続けると思います。やっぱりその辺もいろんな形で、まずは鍛造から、昔の方たちがしていた鍛造の意味をどれだけ組めるかとかで、やってみるとその意味が初めて分かったりすることもたくさんあるんですよ。それを未だに続けてます。でもそこまで到底追いつけないですよね。まだ追いつけないです。まだ自分の腕が足りない。最終的に出てくるのはやっぱり自分の人間性がちょっとそこに出ちゃう部分があるので、人としてっていう部分もやっぱりもっともっと良くしていかなきゃいけないな、もっと磨いていかなきゃいけないなっていうのも同時に見えてくるっていうのが、もうやればやるほどまた先がものすごく開けすぎて、道に迷うぐらいこう、したいこと、試したいことで、見習うべき点あまりにも見えすぎて、今10年経ったらもう本当にそんな感じになっちゃったので、でもまあそれは続けていくつもりですよね。これからもずっと。そうですね、まず一応自分なりに調べていくと、大体2500年前ぐらいに日本に鉄器が伝わったであろうと言われてるっていう文献見させてもらいます。で地元の三条っていう形で調べると、まあ新潟県っていう枠のところに資料が残っていて、でそこでは2000年前の、遺跡から、包丁、鎌、斧、そういうものが、発掘されてるんですよね。でその現物を見ると今と形が一緒なんです。もうその頃には包丁の形が完成してる。やっぱりその人々が生活する中で必要な道具として、もうその時点で形が完成されているということは、もっと前から本当は伝わってた可能性もありますけど、今の時点では2000年前ぐらいから、その間いろんな鍛冶屋さんたちが試行錯誤してるんですよね。もっと使いやすく、もっとよりよく、その使ってる人たちの問題点を解決する、そういう繰り返しを過去の鍛冶屋さんたちがやってきて、私らに伝わってきた段階では、今現存する自分の目の前にある包丁を見ても未だに劣っている部分がありすぎる、
もっと機能をつけられる、形状で機能をつけられる。で、鋼に関しては、材料に関しては今はものすごい進化を遂げていると思います。でも過去の中にもいいものもたくさんあると思います。でもそれを今の段階でどう使って、どう表現して、どう喜んでもらうか、そこを目指しながらというか、こうだって決めつけちゃうと、もう先が開けちゃわない、開けないので、できるだけその柔らかく、頭の中を柔らかくして受け止めながら噛み砕いて、で表現をしていく、それを今やってますよね、はい。まず日本の、気候、地形であるとか気候であるとかっていうのが影響して、その中でまた日本は資源が少ないので材料も少ない、そういうことも条件として入っていて、食材に対して、包丁にか、の場合で言うと、食材に対して刃物を使う、それがゆえに高温多湿が影響したりして、腐りやすくなったり発酵しやすくなったりっていうのを、そこに着目した昔の方々が、どうやったらこの食材を美味しく、よく保存する、美味しくなるとかっていうのを試行錯誤する段階で、道具としての包丁にも着目してってくれて、で形状であるとか、材料をできるだけ多く使わないで、でも機能を発揮する包丁の形状を作り出していく、それからよりよく、長持ちさせる、長く切れるようにするっていうことで鋼を開発してってくれるとかっていうのを繰り返してきて、で今に至るんですけど、どこかの段階で、私は生まれる前の話ですけど、どこかの段階でそれが少しずつ消えていったような気がしています。それをどれだけ汲み取って今に表現できるかっていうことをやってるんですけど、必要なところは、日本は、先ほども言ったように高温多湿で食材がよく腐る、それを解決するために細かい砥石で刃を鋭くして、形状、表面を、滑らかにしていって、で そうやって切ることによって食材が腐りにくくなる、また調理をする過程で崩れにくくなるだとか、そういう現象が起きてしまう、それを踏まえた包丁を作る。でも実はそれだけじゃなくって、研ぎ方を変えていくと、味、細胞を壊さないようにすることもできるけど、逆に壊して良さを引き、食材の良さを引き出す、そういうことも可能になってるわけで、実際やってる方いらっしゃいます。そういうことを皆さんに、世界中の皆さんに知ってもらえればなと思って今やってます。まあ、まずは包丁っていう道具として見ていけば、必要な機能であるとか、まあ材料の選び方、それをどう加工して、どういう形状に持っていくか、で最後に見た目がどうなっているか、でそれを使った人たちがどう感じるのか、そういうことを含めて、私たち作り手ができて、やらなきゃいけないと思ってるんですけど、今はちょっとそれを置いといて売ることの方に着目している方もいらっしゃらないわけではないみたいなので、できれば日本の包丁として、そういうバックグラウンドというかね、過去のものがあった上で日本独自の良さをもっともっと引き出してくれるような方向で皆さんがやってくれると、とっても日本の文化を世界に伝えるっていうことに対していいんじゃないかなと思いますし、でまあ細かく言うと時間が長くなっちゃうんで、そうですね。でまあ自分としてすることはやっぱり10年前と変わらず、過去の方たちの、すごい、まあ、包丁業界なんで、包丁を見させてもらって、触って見させてもらって、できるだけ追いつきたいとは思ってます。ただそれが
死ぬまでにできるかどうかっていうのは分かんないです。でもそれはやり続けるつもりです。自分私の将来的な話といえばそれを続けながら自分が教えてもらった技術で今持ってる考え方、経験をできるだけ次の世代につなげていきたいっていうのはこれからもっともっと強くより強くやっていくつもりです。まあ方向論はたくさんありますけど今現時点で言えるとすれば自分が創業当時から思っていた自分が教えてもらったものをよりよく伝えるにはどうしたらいいかっていうことの中の一つに鍛冶屋の学校が作れたらこの先の将来にはすごくいいんじゃないかなって考えてます。で業界的にはさまざまな道があると思うんです。でそれはそれで全然悪くないと思うんですよ。いろんな方がいて当然なので。ただ日本の文化として世界にもっと伝えてもらえるような日本っていう今は日本を模した包丁とかもたくさん出てきてますけどもう本当にオリジナルだねって見てわかる使えばわかる見てわかるっていうぐらいの本当にオリジナルの良い部分をもっともっと出してほしいなっていうのは業界的にはありますよね。で後継の育成っていうのはまあ私らだけじゃなく過去の鍛冶屋さんたち、まあ、親方世代の方たちもたくさんの後継者のために尽力してくれてました。でその流れを止めないようにまた次につなげていってほしいなとは思ってますよね。従業員についてはやっぱり育つのは、この私のやってることっていうのはそんなに簡単にすぐなるものじゃないなと一生懸命頑張ってくれてますけどそんなに1年や2年ましてや5年ぐらいじゃ全然できないんだよねっていうのが当たり前の業界ですんで長い目線で今やってもらってますけどまあ10年経ってやっと私も言われてましたけど10年経ってやっと一つの区切りでそこからが勝負でまだまだ始まったばかりだと思ってますんでまあ従業員ねっていうか私がやってることを覚えたいなもしくは一緒にやりたいなっていう方がいればぜひ来てもらってもいいですけどそれは時間的にはやっぱり最低10年はいる覚悟で来てもらえるんであれば連絡もらえればっていう形で考えればその問屋さんも含まれるじゃないですか。でそれを考えれば問屋さんに対しては昔の問屋さんは鍛冶屋を育てるためにっていうやり方をしてる人って結構多かったんですよ。でそれが今のこの数十年でやっぱりどうしても問屋さんとして育てるっていう考えよりも自分たちが儲けるっていう方に走ってる方が多いみたいですのでできれば鍛冶屋さんを育ててくれる問屋さんたちが増えてくれるともっと業界的には盛り上がっていくんじゃないかなって思いますけどね。そういう目線ですよねこの鍛冶屋のその立場としては。それは 私の親方世代の方たちが一生懸命されてた時に三条市にお願いして鍛冶屋は人を育てるための技術は物を作る技術は持っているけど育てるための環境が整っていない。それを三条市にバックアップしてくれっていうことでお願いして現実的に起こった話で、で今それつながってます。でとってもよくそのいろんなたくさんの人たちが今育ちつつある段階ですよね。それはずっと続けてほしいなって思います。でそれ本当に悪いことじゃなくていいことだと思うんですよ。ただそこにさっきもちょっと言いましたけど自分で最終的には学校を作って育ててみたいっていうのはその最後のターニングポイントだと思っているのは、ものを作る姿勢の一つとしてもう本当に道具を作るっていうことを第一目標に置いてやるのか最初はみんなそうだと思うんです。でも途中で必ずポイントが出てくるんですけどそれをいつまでも持ち続けてやるのかもしくは生活皆さんあるんでお金も必ずくっついてくるんですけど物を作ることよりも
お金の方が優先されてしまう、そのバランスが上回ってしまう方もいるらしいので、そうはなってほしくないから、自分でそうではないんだよっていうことも一緒に含め、そういう方たちに育ってほしいから自分で学校やってみたい、まあ別にお金を儲けることが悪いわけじゃないんですけど、作り手としてそういうことを目指してもらえる鍛冶屋さんたちを育ててみたいっていう考えですよね、そうなってくれればいいな、まあ、だから三条市のやってることも市がやってることもとてもいいことで、そこの足りない部分も一緒に補いながら、自分で会社をやって仕事を始めてみて思うところを、これから次の世代に自分の経験を踏まえ伝えてあげれば、もっともっと現実的な部分でいろいろ教えられるんだろうなって思ってるので、それで鍛冶屋が増えてってくれればすごいいいじゃないですか。そうなってほしいなと思ってますよね。あの絵は日本その使われる環境によって変えるべきだと思ってます、ね、その材質だとかその環境に適した木を使うべきだと思います。それは使い手として握った時に手の一部にできるだけなるようにとか、その環境で長持ちするようにだとか、いろんな意味が含まれてくるんですけど、最近の流れだと硬い木が結構多いんですけど、別にそれは悪くないと思います。ただ、使ってるとその硬さゆえに、物を切った時の衝撃が手に伝わりすぎて肘が痛くなったりとか手首が痛くなったりっていうことの事例の発生も聞いてるので、まあその環境もしくは使う方に適したハンドルが一番いいと思うので、これとはなかなか言えないんですけど、日本の中では昔からホオノキっていうのを使ってて、柔らかくて少し腐りにくくて、でかつ使ってると手の形に合ってくるような少し柔らかめの木なんですけど、それがとってもいいのかなって思いますけど、藤本さん付け加えて言うならば、なぜ柔らかいのがいいかっていうのは、あの皆さん靴履くときにガッチガチの靴履くと足首とか膝とか腰にくるじゃないですか。それと同じ現象で、手もショックを受け止めてくれる柔らかい木の方が多分腕の関節にはいいと思います。そういう表現の仕方が伝わりやすいのかなっていうのがあって、でも硬いのも悪いわけじゃないんですよ。でそのために柔らかい木を使うと、あの日本の包丁って絵が抜けるようになってる。それは柔らかいがゆえにちょっと耐久性が落ちるんですよ、硬い木に比べると。でもそれを抜けるようにしてあるから、抜いてまた差し替えて使うっていう文化もあるので、そのために柔らかくて長く刃を使えるようにハンドルは抜けるようになってるっていうことも実はあるっていうのも一緒に伝えてもらえれば。包丁の木、日本でいうと切れ味って呼ばれるものっていろんな取り方があると思うんですけど、多分私が思ってることは、切れ味、味って呼ばれるものってすごい難しいとこなんですけど、人の手で持って使った時に感じることを味って呼ぶのかなって思ってるんですよ。でその切れ味って呼ばれるものをどう表現するか、何が原因なのかって考えていくと、包丁で言えば鋼の性質だけではない、包丁全体としての、形状である、もしくは、表面粗さである、そういうことが総合的に、あとバランスもありますね、総合的に含まれて初めて切れ味っていうものにつながっていく判断の一つになっていると思うので、偏った情報というか、その鋼だけが硬いから、最近硬い鋼多いんですけど、硬いから切れ味がいいっていうのは言えないんです。いろんな条件が整わないと。それを
決めつけないでほしいというか、曲がってる包丁をものすごく薄く綺麗に作っても曲がってたらやっぱり抵抗増えちゃうので、切れ味で考えると切れないなって感じてしまうはずです。やってみてもらえると分かると思うんですけど、だからどれだけ進捗度を出していくかっていうことも必要ですし、表面がミラーになってて凹凸が少なければ切れるのかといっても、実は食材の水分で抵抗が逆に増えてしまうっていう現象もあったりとか、粗ければじゃあ抵抗増えるじゃんっていうのは簡単に思うんですけど、その粗さの目の向きによってまた抵抗の度合いが変わってくるとか、形状の度合いによって抵抗の度合いが変わってくるとかっていうことも全部含まれてくるので、一つに決めてそのものを包丁を判断しないでほしい、それを皆さんに知ってほしいなと思ってます。先ほどもケビンさんに話してたんですけど、そのダニエル・ハリソンさんも私の包丁を使ってるっていうのもインビテーションが来て初めて知っただけなので、そんな有名人の方が使ってるからとかっていう感覚がないので、たまたまそうだったんだなって後で気づいたってだけなんで、私の包丁を使ってくれてる人で有名人がどうのこうのって一切分かんないです。はい、あーさすがさすがトゥンベリーです。I love it。 いいねとナイフウェアのチャンネル登録お願いします。Thank you. Thank you.